では札幌市立厚別東小学校のアドバイザーを務められました中川先生は本日ご欠席ですがご本人からメッセージをいただいておりますので私の方で代読させていただきます札幌市立厚別東小学校は21世紀型スキル共同学習学習科学を視野に入れてそれを支えるツールとして ICT を授業に絡める取り組みを行ってきています もちろん3つのキーワードはそれぞれがとても大きなものであるのですべてを授業で具現化できるわけではありませんがその共通するエキスを日常の授業で意識化し校内で職員が一丸となって共有化を図ってきましたこれらの考え方をつなぐ一助として ICT がうまく位置づいています これらの成果として、12月2日金曜日に授業公開研究会を予定しております。ぜひご参加くださいますようお願いいたします。えー、以上、中川先生から、えー、コメントをいただいております。ありがとうございました。札幌市立厚別東小学校の発表でした。福島先生、三上先生、ありがとうございました。